ニーマン・マーカス・ビルディング・ニーマン・マーカスの郊外店舗ニーマン・マーカスの店舗内、ニーマン・マーカスとはアメリカ合衆国で店舗を展開しているニーマン・マーカスグループによって運営されている百貨店チェーン。高級用品を多く販売し、同じく国内で高級用品を販売するサックス・フィフス・アベニューと激しい経営競争をしている。ニューヨーク・マンハッタン5番街の超高級百貨店。 バーグドルフ・グッドマンもニーマン・マーカスグループの経営である。1907年創業。オイルマネーではクテキサス州ダラスを中心に最高級品を扱う百貨店として成長。2019年3月、ニューヨーク発の店舗を再開発地区のハドソンヤードに出店。しかし、ネット通販との競争で経営不振となり、2020年には 新型コロナウイルスの流行のため全米43店舗を一時閉鎖し、従業員1万4000人を一時帰給にしていた。2020年5月7日、連邦倒産法第11章の適用を連邦破産裁判所に申請し経営破綻。法的手続き後も営業を継続するためのつなぎ融資、ティップファイナンスを6億7500万ドル確保した。同デパートでは、 特別仕様の高級車を限定販売することでも知られている。特にフォードサンダーバードやレクサス SC430 およびイズ F は先行発売であった。ネイマン・マーカスグループエクスパンズリーダーシップチーム。テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。ネイマン・マーカスグループ、フォーチューン、2019年1月14日閲覧。 ABCDEF 米百貨店ニーマンマーカスが経営破綻新型コロナで日本経済新聞 https www. 日経 .com アーティクル約スム八5884万7860ワイレイ 500C200 万2020年5月7日閲覧ありがとうございます